続いては大竹紳士交友録毎週水曜日へ木太郎教授ですはいこんにちはと、うんかつ、うん、美味しかったもうちゃんと覚えてるよ昨日とんかつ美味しかったよ <laughs>、うん、ね。昨日食べた料理覚えてる覚えてるよ作<え>ってもらったの、うん、で朝はなんだっけかなって考えて、うん、朝覚えてる、ね、<laughs> みんなことはないけど <laughs> 考えたら出てくる食べた覚えてるんでしょ当たり前だろそれだなちゃんとパンだよ おいパンもうね朝ねご飯食べるのがねしんどいなしんどくなっちゃっな。だからパンとかうどんとかスパゲティとかそういうものになっちゃったね米よりなんかちょっとよくわかんねえな米よりいや多分うどんもあれだろスパゲティもちょっと重たいでしょ朝いやいやうどんとかスパゲティはね食べやすいんだよ ご飯はね、やっぱりね、箸使って食べなきゃ。あ、うどんも箸使うけど。いや、ちょっと。どういうことですか。ちょっとね、ご飯はね、重たい。重たいんだよ。そうかね、そんな感じ。で、とこはずっとパン?。朝は。えっとね、土、土日になったりすると、朝ご飯になるね。で、ご飯は絶対。ご飯ね。あの、アジの干物かなんかで食べると、たまに。最高だね。パンと。 パンとじゃないご飯パンとお前鬼太郎のことバカにしてるだからいやだってずっとパンと味のもの食うわけないだろお前味の揚げ物ならどう食う合うのかなと思っちゃってものは合わないだろ揚げ物ならね挟んで食べたらおいしいかもしれないけどでも朝はねちょっとねいやいやだからあんまりそれはね多くなくなったね だからたまに何が多くなくなったかわかんない。ご飯と味のね、あのひもと旅館の定食みたいなやつ。そうそう。朝食みたいな。そうそう。旅館に来たなと思う。乗りついてる。乗るよついてる。納豆とな。納豆と卵と。え、でもお前納豆はずっと食ってるって言ってなかった？納豆は好きだけどやっぱパンと納豆は合うよ確かに。 いやだから前ずっと毎日納得ってるって言わなかったそれはもう50年ぐらい前だよすごい前じゃないそうだよ ?50 年前なわけねえじゃないかそれでね今日のねミツのマネージャーの中居君がねこの映像は面白いよって見せてくれたのがあってね見たのね俺は地元でも見たけどシンクロムービーなんだけどインドの「 映画踊ってる映画にその8代を全員集合がシンクロムービーとか音を当てて当ててるわけそれで100人ぐらいが踊ってるのインドの映画ってすごいだろその8代を全員集合の歌がねピタッと合ってんだよリズムといい張さんが言うところはそこのところをアップにしてそのインド人が。 もうこれはね、うん、こんなにおかしいかと集団で踊るっていう行為もね。うん、えなるね。あのカトちゃんがなんかあのふあのあ歯磨けようとかっていうのもちゃんとあったんですか。そこはない。それはない。それはない。超さ,さん何言ったん八時だよって言ってんだよ。八時だよって。<laughs> そこだけあってるって。そういうの合ってるってね。あとあのアメリカの集団エアロビに合わせて、うんうん、焦点のテーマ。

ちょっと見てみな簡単に調べられ見れるからありものとありものそんなに簡単にやっちゃっていいのいや編集の力がすごいだから許可は当然取ってる当たり前だよそんな勝手にやれないだって YouTube に流してんだから映画の許可は取ってると思うよ音楽の方もねそれでねやっぱりインドあの集団で踊るとかね あのやっぱインド人ってなんか面白いなと思って、うん、やっぱちょっとインド映画を見なきゃと思って、はい、こう見たんだよ、うん、ほんで2本見たの、うん、俺が見た映画はね、うん、歌ってもいないし踊ってもいない、うん、なんんんじじゃダメゃゃがっっかちたんだ、ね、<laughs> そういうバージョンだったんですか、うんうん、そういうい映画もインド作ってるんだけど、うん、インドの映画はやっぱレベルが高いね あそうなんかでもかあの結構俺の見てるのはレベルは分かんないけど「完全懲悪」みたいな主人公が出て,てきて何かっていうとなんか豪華な踊りがバーって出てくるみたいなイメージだけどね。そうそううん、え映像がねやっぱね、うん、撮り方がうまいっていうか俺が1本目見たのはね「インサイド・ザ・ドリーム」。 うん、なんかドリームでね、うん、歌って踊るんじゃないかと思うでしょ、うん、ところが全くインドの映画なんだけど、うん、ドキュメントなんで、うんうん、じゃあ見るの失敗したんじゃないかよそれでもねずっとね見てられたんで、うん、あるね、うん、宝石のデザイナーがいて、うん、あのその人が女性なんだけどもう50過ぎたぐらいの女性がインドに行ったりして 石をね宝石を買ってインドの人じゃないのそれそれはインドの人じゃないローマイタリアの方だと思うな話が見えてこねえな俺も見えてこないインド映画で検索してこれが出てきてのおかしな話だよおかしな話じゃないかだってそうなんだでその筋途中だったらその後どうなるのそれでねもうやっぱその石にね魅了されて この石はダメこの石がいい、うん、この石はダメっていうのを一瞬にしてこう、うん、そのデザインはね、うん、見て分かって、うん、その宝石に取りつかれてる感じがね、うん、ものすごくねなんかこう見られちゃうんで、うん、俺も見ててこんなに宝石ってね、うん、すごいものなのかって、うん、あの宇宙を感じるんだって石からどこの国の映画なのイタリア 人が出てきてるけど、インド映画で検索して、これが出てきてんだよ。<laughs> 監督はインド人ですか。ちょっとしわかんない、調べてみたけど。何をしてインドだ。っって言って言んだから,だから俺、はインド映画で検索して、これが出てきたんだから。出てきたかもしれない。しょうがないだろう。だ,だインドも、あの、買いに行ってんだから<え>。インドも出てくるわけ、やっぱりインドの風景,景、景色。いっぱい、うん。うん、だから、インド映画と言っていいんじゃないの。 いやいやちょっと待って監督はどこの人なんだよ <laughs> どこの人だろうねでもインド映画なの多分多分うんまあいいやそれでそれね検索の1位に出てくるのそうじゃなくてうそうそういや、うん、よ5つぐらい出てくるんだけど、うん、この「インサイド・ザ・ドリーム」っていうも,もう題名いいなと思ってもうちょっとがっかりしちゃったんだけど最後まで見たよあ,あそういいなで宝石ってね、うんうん 何種類ぐらいあると石ダイヤモンドルビーエメラルド果てしないと思いますよあてしないんねそう200種類ぐらいじゃないのいや一応地球上には4,000種類ぐらいあるからだから金になる宝石はまあそれは40ぐらいだあそうだダイヤモンドとかね少ないですね少ないよでものの男はねやっぱ宝石なんかにはあんまり興味ないよね女性が多いよね ネックレスとかそういうの男性ネックレスしないから男はねジュアリーあでもよくサッカー選手金のおのおの銀の違うよ金のネックレスとかよくしてるじゃないんかああ野球なんか磁石がどの子のとか違うよ磁石のことなんか言ってねえよ金のネックレスしてる男いるいるよたくさん。中田翔選手 あ知ってた感じだな、うん、でもあのネックレスはやっぱちょっと女性の肌にこうピタッていってこうね、うん、あれが美しいよね見せて,て、うん、女性の肌と宝石が合うんだっていうのがね、うん、よくわかるんだよ映画見てるとダイヤモンドとかのね首飾りなんかな、うんうん、首飾りってな、うんペンダントなんだかかんないネックレスだよ首飾りって首飾りじゃない 言い方まあいい,い,いけどなんか文句あるの <laughs> な,ないけど <laughs> 耳飾りじゃん <laughs>、うん、まあそうだけど、うんうん、そういう女性のモデルの人とね宝石が出会うところとかをドキュメントしてる映画、うん、まあね,ねどこの映画だった 一応イタリアの映画っぽいですけどそうですかインド映画で調べると出てくるあ本当ですインドでねさくらずっと検索してるんですけど何も出てこないて「インサイト・ザ・ドリーマ」すぐ出てきてブルガリの映画でっていうブルガリでブルガリって宝石お店うん、うそ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 てそう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 そだから。 おかしいな。俺はおかしくない。インド映画で検索したらこれが出てきたの。<laughs> イタリア映画で検索したんじゃないの？<laughs> なんでイタリアって。<え>すごい飛んでますけど、インサイドが多分なんかちょっとインドになっちゃったのかわかんないですけどね。ああ、それでよよ予想検索してインサイドドリームになったかな。インド検索がインサイドになっちゃった。 違うよインド映画で検索したんだ, <laughs> いやだって「インサイドなんとか」ってタイトルが一番先に出てきたんだろ2番目か3番目、うん、番インだからインサイドとインドが関係ないよそれは、うん、インドの景色がいっぱい出てくるからインド映画と言っても過言じゃないんだよでも誰も踊ってないんだ踊ってないんだってばっかりいるんだもう一つ大丈夫ですか もう一つインド映画これは完璧なインド映画踊ってましたか踊ってないんでえー、これも踊ってないの踊ってないんだがっかりしちゃったんだけどそれは何ていうタイこれはね、うん、俺はねもうものすごく気に入った <laughs> ピザっていう <laughs> イタリアじゃねえかイタリアじゃねえかモロイタリアのものです、ね、なんでインドのピザっておかしいだろう 説明するよ説<明>これからね。イタリちょったい本当ピザイタリアつながりになってるねピザっていう題名なんだけど、うん、これはインドのスラム街の少年たちの話なのね、うん、兄弟の2人のね、うんうん、兄弟のこのスラム街の近くにピザ屋ができるわけ。うんはい イタリアのねピザ出るでそのスラム街の小学校3年生と1年生ぐらいの兄弟が、あのが「ピザが食いたいな」とか言ってなんかパンフレットみたいなメニューみたいの持ち歩いて「ああ食いたいな」っていう映画なのよ。どういう映画だからピザが食べたい映画。だからその少年たちは「かわい の表情がほいで働くわけ自分たち石炭拾っていったりあっひるいのね線路のとこに落ちてる石炭があるわけよ。それを拾っていくばっかのお金にして、うんうん、いつかピザを食うんだっていうような映画でこの2人のやり取りがね かわい,いんで,でサインでピザ屋のお前みたちみたいな貧乏人には売れないって言われちゃうんだよねピザ屋にピザ屋の親父に親父にはいはいだからそしたらまず衣服買わなきゃって、うん、そのために服を買ったりするんで、うん、その辺が、うん、その発想が可愛い,いんだよ、うん、そのお店がなぜ売っちゃいけないんだろうねお金ちゃんと貯めて買いに行ったのにおそらく、うんあの カーストだと思いますああそうだなそういうのあるな、うん、うう入っちゃいけないお店ってあるんですよ、うん、でこのラストシーン、うん、もう最高この映画のピザ見てください、はい、インド映画歌も踊りもありませんイ,インド映画なのな、うん、今度は歌と踊りのあるやつを見ようと思うんだ <laughs> 見てこいよ、うん。分かったよ。うん、これで間違いなくインド映画でした。うん、当たり前だろ <laughs> なんでピザが。<laughs> ピザっていうタイトルの。インド映画。さあ、ここでお時間です。鬼太郎教授またらしもよろしくお願いします。まま明日は祝日のため新宿、新縮をよろしお休みです。お知らせの後は交通情報です。ダリアの流れで <laughs>。